皆様、おはようございます。今日も、訪問いただきありがとうございます。短い時間ですが、最後までお付き合い、よろしくお願いいたします。思わず人に話したくなる雑学や豆知識をご紹介。話のつかみにどうぞ。おはようございます。今日1月17日は、防災とボランティアの日となっております。平成7年、 1995年1月17日に発生した、阪神淡路大震災が由来ですね。この年は、ボランティア元年とも呼ばれていますね。ボランティアとは英語で、自らの意思により活動に参加する人、または、その活動自体を指す言葉です。ラテン語のボランタスが語源となっとり、神の意思に従う人を意味する、十字軍の志願兵のことです。 現在でも志願兵を意味する言葉として使われていますね。日本では、ボランティア活動の原則として、自主性、無償性、社会性、先駆性という4原則があります。強制や義務ではなく、自分の考えで参加し、報酬を目的とせず、他人のため、社会のために、人と協力し、何が必要か考えて行動するということですね。日本では、 無償での支援活動という意味合いが強いですね。本来は、自発的に活動するというのがボランティアであり、有償無償は本質的な問題ではないようですね。活動に対する対価とまではいかなくとも、交通費や宿泊費などが渡される場合もありますよね。活動にかかる実費が支払われれば、非営利であっても有償ボランティアとなりますね。支援する活動といえば、ボランティア以外にチャリティというのもありますね。 こちらは、日本では慈善活動とも呼ばれていますね。日本でのイメージは、ボランティアは労働による支援、チャリティーは、金銭による支援という感じですかね。歳末助け合い運動、赤い羽根共同募金、足長育英会やチャリティーコンサート、チャリティー番組などですね。他にも、日本赤十字社や社会福祉事業団などが行う、募金や義援金もそうですね。さて、 今日1月17日は、阪神・淡路大震災があった日ということから、日本では、防災とボランティアの日となっているわけですが、国際ボランティアデーというのもあります。国際ボランティアデーは、12月5日となっており、こちらは、国連が定めた国際デーですね。国際的なボランティア団体として有名なのは、ライオンズクラブ国際協会ですかね。アメリカ、 イリノイ州に本部を置く社会奉仕団体で会員数は140万人以上と言われています。日本国内にもライオンズクラブ国際協会に所属しているライオンズクラブは3000クラブ以上あり、地域名を冠している名前が多いですね。会員は自分の名前の前にライオンの故障をつけるらしいですね。そして相手の名前の後ろにライオンをつけて呼び合うらしいです。皆様、 いかがでしたでしょうかボランティアとは、志願兵を意味する言葉。社会奉仕団体であるライオンズクラブでは、自分の名前の前に、ライオン、相手の名前の後ろにライオンをつけて呼びや。今日のお話はここまでです。また、次回も見てくださいね。皆様、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、お願いいたします。 また次回配信もぜひお越しくださいませ。